どうもサンタでーす。今回はサイドトランス、速報以上ですね。この車椅子からベッドに横で移る。前回の動画のやつは垂直移動、車椅子ベッドに対して車椅子を縦にして垂直にして、でそこからボードを使って上がる。今回はこのベッドに対して横に車椅子をつけてやる。はい、ここからやるわけなんですけど、前回の前方以上から引き続き動画を撮っております。なのでもう体力ゲージはあと3ぐらいですかね。死にそうかもしれないけど、落ちたら落ちたでまたそれも一つだと思ってください。では行きます。サイドトランス速報以上ですね。行きます。よっこいしょ。ほい。体幹がね、効かないんでね、この上でキープするのも、まあこんな感じです。なんかバランスボールの上に乗ってるような感じらしくて、ああ、あんな感じかって、まあ危ないんですけどね。次は足。足を。ビデオの位置がちょっと悪かったみたいなんで、もう一回撮り直しです。テイク2。このベッドと車椅子の幅がある人はそこに異常ボードがあるように、白色のやつで、あれのもっと薄いやつをこの、間にねかましたりする人もいます。そうすると手が置けてもっと楽にできる人もいるだろうし、その間が邪魔しないっていうこともあるん で僕のベッドはこの隙間がないから、車椅子を僕の場合ベッドに当てて、で車椅子が動かないように固定をしてやって、そこで、サイドトランス速報以上してますね。よし、やってみましょう。こうやってね、もう車椅子が動かないんで、あとはお尻を前に出して、でお尻の感覚は一切ないので、もう場所ですね、自分のいつも見る景色と位置関係、手の位置関係とかを見て、もう感覚でやるしかないです。いきますよ。よいしょ。で、お尻を奥に入れてやって、はい、でベルトを外して、足を上に上げます。
はい、どうですかね、前方よりも速、よいしょ、速報以上の方が速いのかな。でも速報以上しようとするとね、落ちることもあるので、落ちたら僕自分で上がれないっていうのがあるので、前方を基本は使っております。はい、帰り気をつけましょう、落ちないように。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じです。速報異常、サイドトランスファーですね。まあ、これができると車の異常とかもね、スムーズにできるし、それのための練習と言ってもいいぐらい やと思うんで、あとお家がね狭いとこやったら、ああいうボードとかが置けなかったりとかねするから、この速報異常の方がまあ、場所を取らずに、できるっていうのもメリットですね。で、僕の中ではやはり落ちたことをやっぱ考えると、周りにね誰か家族とかそういう人がいればいいけど、いない時のことを考えるとなかなかちょっと怖いので、いつもは、前方移動ね、前方異常を使ってベッドに乗っております。朝一とかやっぱ傾勢ね、足が勝手にブルブルって力入ったりとかする時があるので、やっぱそういうのも踏まえて僕は前方以上で安全にやっております。まあ、人それぞれなんでね、サイドトランスの方が速いって人もいるし、まあ、両方できるのが一番いいんですけど、はい、これもこの安定するまでだいたい3年から4年ぐらいかかりました。なかなかね、この体の使い方ですね、この肩甲骨をうまいこと使えないと硬くてできないんで、指が効く人とかやったらね、全然多分そこまで苦労はしないと思うんですけど、やっぱ僕ら指が不自由ってことでね、そうするとやっぱり捕まってられないので、どうしても当ててこう固定して動くみたいな感じの動きが多いので、なかなか安定するまで時間かかるし、慣れるまでも大変やと思うんで、また一つ参考にしてください。この後我らがカモン兄さんが、サイドトランスね C6B3、 僕とね状態レベルは似てるんですけど、見事なこの速報異常撮らせてもらってるんで、ぜひ見てください。さすがです。高さはそれぐらいでいいんですか？うん、このモードとも同じぐらいの。あ、足を出して前に行って完全に足をパッと伸ばし器とかやつや、今目に来てるとか、はい、おお。ちょっと足が止まっちゃうので、ちょっとブレーキを外して、あ、車椅子のブレーキを外す。邪魔やからギリギリ止まったらどうなるので止めて。左足を下にして浮いて。
こまで一旦倒れ込んだって。あー、なるほど。で、こう引いて、で、こっちこっちして、で、まあ、ここだ、ここで脱いで、あ、クッチャーがクッションの方に行ってくるんですよ。パッて終身、終身、終身、まさに終身。なるほど。完全麻痺ですよね。すごい、なんかもう足が動くかのような。ブエー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 ブエはここまでです。ありがとうございました。よかったらいいね、いいね、ありがとうございました。